目線はどうする？目線はまあ普通に喋りながらでいい。喋りながらいいか。足伸ばせる？伸ばせるよ。足伸ばせるの、うん、じゃあ、あとは飲む。懐かしいこの匂い。うん、美味しいよね。美味しいやつ。はい、飲み物出して。出して。はい。これは後でね。やるわ、これは。これカメラ絶対これに関しては映ってないから。多分まあまあいいかいいか、うん、あここら辺置いとく、うん、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、お疲れ様ですなんですけど、うん、最初にじゃあ太田さんとは誰ですかと。誰ですかと、はい、私の自己紹介した方がいい、ね、そうあとつながりをね。そうだね、つながりをどういう関係なのっていう話をちょっとまず最初動画でやろうかなと思います。お菓子食べながらちょっと、ね、いきますね、はい、すごいラフな感じで全然食べていいから、はい、じゃあ1個食べた方がいい。1回食べて、あ、じゃあ飲むのか、ね、お疲れ様です。来た、乾杯です。乾杯、あげつし、はい、まあ、雑な感じでちょっと今回はね、行こうかなと思います。あ、これ思ってたよりうまい。お、美味しい美味しい。これはまあ安定のフルーツミックス。じゃあね、はい、これ食べて、はい、食べて、まあ最初やっぱ食レポから行こうかな。じゃあね、あのカメラに向かってね、だから行こうか。知ってるよ、俺が苦手なの。知ってる、知ってるよ。知ってる上でやってるから。だよね。一個でいいのそれ？一個でしょ。何個か食べた、ね、そう味わかんないから。はい。うまい。うまい？うまい。辛くない？ちょっと辛い。あ、本当に？うん。そもそもこれどういう商品名で、うん、何味かは知らないで今食べてる。嘘、え、辛くないの？ピリ辛。マジ、うん、ちょっと待って、期待外れ。失敗失敗。でもさ、後味がね、ああ来るよ、これ辛い。うん。なんでそれ持ってくんだよ。ハバネロじゃない。これなんだけどさ、ハバネロはダメだって。これなんだけど、辛くないの？今普通しか言ってないから。一気に行くと何個か行ってるじゃん。一気に行くとこれは割と、じゃあもっとしっかり本気のやつで買わないとダメだったじゃん。あのデスソースみたいな、いやいやいやYouTube 鉄板のさ、鉄板のな、うんうんうん、ダメ。普通に辛い。普通に、え、辛くない？俺もじゃあ食べよう。でもピリ辛。あ、あ、喉にくるこれ。いや辛いっしょ、辛いっしょこれ。辛いでしょ普通に。俺辛いのがダメだから。あ、辛くない？嘘でしょ。でも喉に来るのこれ。後味が来る。なんか今さ、地味に、え、俺ベロに来てるよ。俺地面に汗かいてくるんでやめよう。いや、汗かいてる。ちょ、これそうだ。あのさ、この部屋冷房ないよ。後で、そうそう、それなんだよ。それはまあね、冷房ないのはしょうがない。辛くない普通に。何あの普通の反応されちゃったらちょっと困っちゃう。でもちょっと 辛さマックスなのね。辛さマックス。多分ね、ハバネロだもんだって。あのね、さっき寝てたからさ、あれじゃ、ちょっとベロがまた、ね。あ、おかしくなってる。そうだ。まあそこは、はい、はい、じゃあごめんなさい。はい。ちょっとドッキリをね、仕掛けようと思って。やったんですけど、全然失敗。今度八百長にしよう、ちゃんと。え、ちゃんと事前に。いや、言わない言わない。ですか、言わない。もっとガチの、ガチの辛いやつとか、ガチのやべえやつをちょっとやってみよう。絵的に。ちょっとね、もうちょっとドッキリはしっかりやりたいなと思います。ね、はい、はい。ごめんなさい。じゃあ、どうぞ。はい。はい、じゃあ、最初。何者なんだ、お前はと。お前は誰だと。お前は誰だと。あなたは誰だと。太田です。はい。太田です。で、太田何ですか？太田祐介です。はい、太田祐介さん。笛でめっちゃったよ。え、いいんじゃない？まあ、いっか。え、だってインスタとかでやってるの。あ、そうだね、あげてるもんね。あげてるでしょ、はい、やっぱ名前検索していただければ自分のね、ネームをやっぱ売ってった方がいいよ。そうだね、うん、はい、はい、で、っていうことですよ、はい、あの、まあ、テロップね、ちょっと出しとこう、うん、下に出てます、うん、で、茨城生まれの茨城育ちです。はい、生粋の茨城人でございます、うん、一緒だよね、そこは、ね、一緒だね、そこはね、はい、一歩も出てない茨城から。出てない。あの、一人暮らしで、あ、そうだよね、都内とか行ってないもん。行ってない。ガチのやつだね。ガチのやつ。すごいね。もう、純茨城。すげえな、それ。そうだね、大学あれ行ったあれだもんね、そうそうね。すげえな。うん。でもその、あのね、多分自分では、うん、あんまりなまってないかなとは思うんだけど、うん、ただ、日中会話の要所要所で、うん、なんか出てくるよね、急にね。そう、なんとか系とか、うん、言っちゃう、それ。急に出てくるよね。あと、多分語尾が知らずに上がってくる。でもそんなに言うほど
なまってないと思う、まあ、一応ね、茨城の中でもね、うん、都会の方だからね。あ、まあね、メインのところだね。ゆっくらされます。他の人にください。山の方とかの人に怒られちゃう。怒られちゃう、怒られちゃう、はい、確かに、ね、そんなになまってない、なまってる感じしないもん。そう、でも茨城もさ、あの水戸とかさ、ひたちなかとかまだあれじゃん、うん、だけど、筑西とかさ、うん、あとはあの北茨城とかさ、あ、そっちの方はね、まあまあ地名を言っちゃうとね、そう、反感を買ってしまうから。そうだね、あまり言わずに行こうかなと思うんですけど、まあ北の方とか、そうね、山の方、山の方とかは、海の方とか、さすがにやっぱりね、なまりが出てくる。でも俺は結構なまるよね、多分ね。そうだ、俺結構なまる方なんだよ、ね、でも全然違和感ない、茨城人なんで。そう、まあまあまあ、そこは伝わっちゃうっていうのは茨城人だよね、うん、まあまあな感じですね、はい。で、なんだっけ、四つ子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 です、はい、四つ子です。すごいよね、四つ子って。ね、なかなか会ったことないけどね。四つ子やばいよ。茨城にあともう一組ぐらいいるらしいんだけど、ね、あ、そうなんだ。そう、多分あ、年は多分結構上。あ、まあまあ違うよね、それはね。お客さんでいたのよ、あのもう何年 も、ま、何年も前だけど、あの四つ子パパが私も四つ子ですって人がいて、初めて会った。すごいね、それ。すごいわ、すごい、はい、はい、で、そうで、あとはなんだ、何趣味、趣味、うん、いいね。趣味はもう写真撮影、写真と、はいはいはい、あともうもっぱらドライブ、ドライブ、うん、休みの日は基本家にいないです。出てるのね。出てる。俺と結構逆なタイプなんだよね、本来で。俺は多分そんな出ないもん、そっと。そうだよね、本当は。もうとりあえず車の運転が好きなんで、うん、ああ、で、写真撮るのも好きなんで、うん、もう最強、それは。いいですね。休みの日、とりあえずどっかフラフラして外出てね。で、山道走ったりとかね、うん、普通の車だけどね、攻める車じゃないけど、攻める車じゃないけど、軽自動車だけど別にもうガンガン行くと。ガンガン行く、うん。で、元々は結構しっかりなんだんつうこうね、スポーツカーみたいな感じのやつに乗ってたのね。まあ、あの車の遍歴言うとそうだよね。そうね、車の遍歴言うとそうだよね。フィットのあの無限仕様って多分車は詳しい人と、うん、ああ、あれかって分かるんですけど、うん、フィットの初期型ね。そう、本来であれば多分こういうところにその画像をポンとこう出すとありがたいんだけど、俺はもうめんどくさいけど出さない、うん、想像してほしいんです。そう、想像してほしい。フィットの無限のフルエアロで車庫タン、あと調べて、そう、調べてほしいね。あの初めての車にしてはもう胸厚だった、あれは。ああ、すごいいい、いい車だね。そう、あれはね、やっぱね、いい。で、その次はオーリス。ああ、 それでもうそうなんだ。そう、フィットオーリスワゴン R。 で、ちなみに好きな色はもう青。青ね、はい、青、今日も青だけどね。で、その最初に乗ってた車は何色だったの？青。あ、青なんだ。そうだよ。で、オーリスも青だもんね。で、今も青だもんね。すげえな。多分ずっと青しか乗んないと思う。あ、本当に、うん、色、色青以外に乗らない。街中でも、うん、青の車とすれ違うと、うわ、あれめっちゃいいって思う。まあ、色味が。そう、最近見たやつだとね、深い青が好き。深い青が好きだね。水色もいいんだけど。そうっぽいよね。深い青だね。ね、あのハスラーの、スズキのハスラーって車があるんですけど、遊べる系のハスラーね。あれの青が街で綺麗。あ、それはさ、もう本当に車好きしか分かんない。いや、なんかもうやっぱ対向車ですれ違って目で追っちゃう。綺麗だって。うわ、綺麗と思う。すげえな、それ。日の当たり方によってもやっぱり輝きが違う。うんうんうん。大事だね。素晴らしいね。素晴らしい。身長でも言っとく？身長言っとく、一応。小さいんですよね。身長言っとこうか。155。155。でもここ大事なとこ。あの、去年より1センチ伸びた。1センチ伸びたん？1センチ伸びたん？1センチ伸びた。154だったの？そう。え、そっから1センチ伸びるってどういうことなの？だって今何歳？今だ。今25。25だよね、うん。成長期はもう終わってるはず。25でそんな身長伸びる1センチ。1年で1センチ何があったの？ 0.5 センチとかさ、髪の毛の誤差だな。誤差なんだ。1センチってガチじゃん。1センチ伸びた。すごいね。地味に嬉しい。体重は増えてない？体重はまあまあこういい感じでこう、あ、まあそんなに変わる。前後してる感じ。すげえな、それ何が起きた。154センチから5になった。5になった。そう、じゃあ俺と身長が約10センチぐらい違う。俺167なのね、俺がね。約10センチぐらい違うんだ。いや、まあ願わくば伸びてほしいけど、うん、まあでも別にこのサイズ感でもいいかなと。ああ、まあ問題はないよね。そう、何も問題ない、うん、何で子供相手の仕事してると。そうだね、でかいとね、うん、リベラっちゃうからね。あ、いいえ、違う、待って、職業言ってなくない？そうだよ、職業言ってない。つむらさんと同じカメラマン。カメラマン、はい、はい、どうするカメラマンのきっかけとか喋っとく？あ、いいね。なんでカメラマンになろうと思った？いいですね。カメラマン、なんだっけ、カメラマンになったきっかけ。なんでカメラマンになろうと思ったか。うん、いいね。でも多分それぞれあるよ、ストーリーが。なんでそれぞれ、どういうこと？あの、カメラマンになろうと思ったきっかけってかあるじゃん。うん、つむらさん、俺はまあそうだね。それを前動画にアップしてる。アップしてる、アップしてる、アップしてる。俺の場合は、うん、
すごい不思議なんだけど、うん、あの小学校5年生の時、